安倍総理はイギリスの経済誌のインタビューでイギリスが tpp 艦太平洋経済連携協定に加盟するならば歓迎するという意向を示しましたフィナンシャルタイムズのインタビューで安倍総理はイギリスが eu ヨーロッパ連合から離脱した後に tpp に参加することを両手を広げて歓迎したいと述べました7月には イギリスの国際貿易省がアメリカを除く11カ国の tpp への加盟に強い関心があると日本側に伝えていました安倍総理は日本経済への影響を懸念した上で eu との離脱交渉が決裂し合意なしの離脱となるのを避けるよう求めました